はい、こんにちは。そっか、塾の久保です。まあ、主になんですけども、芸能界の性被害ですよね。えー、なんとね、私の <laughs> 1万4000人ほどいらっしゃる動画の視聴者さんの中にも、現在ですね、芸能界で女優業をされてる方がいらっしゃるんですよ。その方が以前私の出した動画を、まあ、たまたまね、人の紹介で見てくださったみたいで、非常にですね、まあ、共感というか、半分なんかこうね、まあ、憤りも込みで私の方に知らせてくださったことがあります。まあ、それはですね、この女優さんも、 まあ、あのデビューをする前にですね、まあ、某大物の,その業界の方にえ自分が育ててやるからだから任しときなさいっていうふうにすごく優しく言われてでえっ、ー、とまあ一般人だった時に、ね、よく知ってる方よく顔を見た方だったんですごくいい人だなっていうイメージがあったそうなんですよでその方の、まあ、自宅と言われているねスタジオに招かれて、まあ、自宅って言ってもねもう自宅スタジオって言っても自宅なんですよ 自宅の応接間みたいなところでスタジオだよって言われて行ったのに全然普通の応接間で,でそこでね演技見てあげるよっていうふうにして言われていろいろと指導みたいなのを受けたらしいんですけどももうちょっとねあの勇気を持った方がいいとかね度胸をつけた方がいいみたいな感じで精神が弱いからこれからちょっとそれをねお話してあげるよってことでそのまんまなし崩し的に、まあ、上手にね誘導されて、まあ、性関係を持ったらしいんですよね、まあ、それからその女の子はねすごく後悔をして こんなことをしないと仕事が取れないなんて、どんな三文芝居だというふうにすごく疑問を持ったらしいんですよ。芸能界ってのは昔そういうとこだったっていうふうに、まあなんかね、都市伝説みたいに勝手に感じたらしいんですけども、実際に今でもそうじゃんみたいなことでね、えー、すごく悩まれていて、で、今でも仕事は続けてるんですけども、そこで大きな後悔があるそうなんですよ。それはですね、そういった流れで自分がそれを許容してしまったことがね、さらに、 そういうふうな性犯罪を犯す、えー、業界の人の自己肯定感を強めてねまあ女なんてこういうふうにやったら全部俺の言いなりだっていうふうな気持ちをさらに高めてしまうことに自分が寄与してしまったってことにものすごく後悔してるんですよね。でその方自身も今までそういうふうにしてあの、まあ、新人デビューする女の子が断らずにそういうことをね性関係を重ねてしまったから自分も被害にあったから 言ってみれば性被害に遭った女性が私に対しての加害者だっていうふうにものすごく憤っていたんですよ。と同時に自分もあこれからこの業界の門を届く何も知らない女の子たちに対して私もその犯罪に加担してしまってるじゃないかなっていうことで悩んでるそうなんですよね。ここのの悩みはもももももううううどどうししようもなないいんでですけどもでも少なくともねこの人がやりましたっていうふうに まあ、ガーシーチャンネルのガーシーさんみたいにもみ消されるかもしれないけども声を上げていくことが大事だよとそうすると声を上げる人だらけになったらねさすがにもう今までみたいに手が出せないよねっていうふうに男性の方も警戒しますからねうんだからね非常にね、あのーまあ、最低最悪だなと思うのが、まあ、男性ってのはそういう欲望を持ってるし芸能界に入ろうとする女性なんてみんなこう可愛らしいわけなんですよそれこそ ファンの、男性ファンもね、そういった新しい新人の魅力に対してファンになったりする部分もあるんですよね。そういう風な集大成が芸能界なわけなんですよ。つまりは、生徒ほとんど一体化してるところなんですよね。でも、それこそ女の子もね、そういう風な関係を持たないと芸能人になれない、デビューできないって言うんだったら、まあ、安い三文芝居ですよね、それはね。それも込みで仕事だみたいな意識もあるかもしれませんけども、でも純粋に、 女優としてのねそれからアイドルとしてのパフォーマンスで勝ち上っていかなくてはならないのに世の中に出してもらえるか出してもらえないかっていう重要なキーパーソンが自分との個人的な性関係と引き換えにチャンスを上げる上げないっていうね、まあ、つまりは本来でしたらその人のアイドルさんとか女優さんのパフォーマンスでね多くのファンに対して喜びとか癒しを提供できるはずだった人がこうやって消されていく実態っていうのがあるわけですよ。 あともう一つは、せっかくファンの方が応援しても、その入り口でこんなことがあったら、まあ、言ってみればね、騙し討ちみたいな感じなんですよ。だから誰も良くならないんですよ。誰も。うん。だから私はね、まあ、言えることは、あのそこまでしてね、まあ、売らないといけない自分が芸能界ってものに、そこまでして執着するぐらいだったら、 まあ,あなた自身がちゃんとしたパフォーマンスを持っていれば別に今ね芸能界だとか事務所だとかデビューだとかっていう枠にとらわれずに別に地下アイドルとかねそれからそういった個人的な活動の場所っていうのはあるわけですからそこから求められるようになったらどうかなと思うんですよ。もちろん厳しいことは100も承知ですよ。でも 申し込んでエントリーする立場だと使ってくださいお願いしますって立場だとまたねそういう風な弱みにつけ込む人が出ないとも限らないですから向こうからね来てください出てくださいって言われるようになってじゃあ条件として私つけさせてもらいますよもし私のことが使いたいんだったらこうですあですそうですっていう風にね言えるようになっていって厳しいかもしれないけどそれが本当のショービジネスなんじゃないかなと。 もうお願いいですから来てくださいと失礼なことはしませんからお願いですから来てくださいっていうふうに尊重心を持って人格をたっ飛ばれてで重用されるのがまあ芸能界の厳しさっていうふうに切り替えた方がいいのかなと思うんですけどねいかがなもんでしょうかちょっと動画概要欄にね「えー、被害女性が告白映画界の性被害その実態と背景」というね まあニュース番組の URL 付き時のそれでご覧いただければと思います。よろしくお願いします。